と、こんにちは。さあ早速もう新外国人選手を、はい、もう獲得した球団が出てきました、はい、あと獲得も濃厚というところ、はい、まあ、阪神と日本ハムの、はい、話題が出てるんですけれども、はい、まずは日本ハム、はい、最速159キロ、196センチ、長身の右腕マーフィー獲得へということで、うん、これはまあポンセが、いなくなるということもあってのこのマーフィーということになってきたんでしょうかね。いや、その前から、前からじゃないの、前から調査をしてて、はい、強引に至ったっていうようなことじゃないのかなと思うけどね。ちょっとね、アーム式の投げ方なんだよね。アーム式、後ろがものすごく大きいんだよ。あ、テイクバックかですか、うん、あのね、タイミングが取りやすいと思うな。あー、バッターが、うん、それと球持ちっていう意味では、はい、こう球は速いんだけど、うん、早く離すタイプかな。リリースが速いってことですか。早い。だからもちろん159キロ 最速は早いんだけど、はい、それ以上には見えないという。あ、ちょっとそれが難点というか心配、まあ、難点というかちょっと心配やなっていう、うん、それとフォーム的にすごく大きいんで、まあ、クイックであったりだとか、まあ、制球であったりだとか、はい、そういうのはちょっと心配だけどね。ちなみに今シーズンメジャーの登板はなかったんですが、ツインズ傘下の 3A セントポールで先発と抑えの両方をこなして6勝4敗の6セーブで、日本ハムでは一応先発を基本線にして抑えとしての適性も見ながら起用法を判断するというふうな、うん、まあでも先発の方が多分いいと思うよ。防御率は書いてある？今シーズンが 3.69、はい、でメジャー通算が防御率 4.76。 そうだよね、はい、やっぱ防御率は探さなきゃいけないねちょっと隠してるようなまあところがあるけども、そうですね、うん、まあそうだな、ハマるといいかなっていうピッチャーだよね。まあ例えば対談したポンセみたいに制球がいいっていうことはそんなないと思う。あ、そうなんですね。ただハマったりだとか、うん、ボール球を振ってくれると乗ってくるタイプかなというね。逆にじゃあバッターからしてみればタイミングが取りやすく、タイミングが合えばポコ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 打ちやすいって、なんかね、取りにくそうなフォームなんだよ。一瞬こう大きくて、うん、腕が遅れてみたいな、うん、でもリリースポイントが早いから、うん、だからタイミングはこう合いそうな感じはするんだよ、うん、だからそれ以上にボールの力がね、はい、日本で発揮できると、うん、まあ抑えていくだろうなっていうような感じはする、うんうん。で今球種がカーブとシンカーが大体まあ中心っていう風な感じですけど、ね、うんうん、まあそんなに器用な感じのタイプのピッチャーではない、うんうん、だからこう力でいっといて、まあ余裕があるときにカーブとかシンカーとか投げるっていうような、まあ、組み立てかなっていうような感じがするね、うん、まあ、例えばカーブとかシンカーでカウント取っといて、まっすぐドーンと行くっていうような感じじゃなくて、まっすぐでファールを打たしておいて余裕が出たらカーブでちょっと誘ってみるとか、うん、まあ、シンカー投げてみるとか、うん、まあ、そういった形のピッチャーかなっていうような感じがするね。なんか今の話を聞いてると、そうすると先発向きですね、やっぱり。あ、そうそうそう、ね、だからね、その実際に見てみなきゃわからないけども、うん、これがハマってくるとボールに力があるだけにね、はい、あとはその日本に来て三振がどのぐらい取れるか、うん、まあ、それによって先発あの抑えも、はい、まあ、できそうな感じもするけどね、うん、ただ田中正義っていうのが、はい、まあ、しっかりこう、ね、日本ハムで抑えピッチャーとして育ったからね、うん、まあ、だけどそれじゃ心もたないといえば、うん、そのマーフィーを、はい、まあ、後ろに持っていくぐらいの形にできるといいけどな。あ、なるほど、そう、じゃこればっかりはやっぱり春のキャンプで実際に来て、そうだね、ブルペンに投げてみないと、そうだね、分からないんですかね。そうだね、なかなかこうちょっとボールが荒れる感じもあるし、でもあれでまとまってるんだったら、まあ、相当ボールには力があるし、まあ、嫌なピッチャーにはなってくるよね。ただコントロールっていうのはやっぱその場所で変わってくるピッチャーがいるから、はい、だから日本のボールだとか、あ、まあ、そういうこともあるし、はい、マウンドだとか、まあ、そういうので変わってくることがあるからね。だからまあそこら辺でどういうふうな対応力があるのか、まあ、そこはやっぱこう試さなきゃわからないところだよな。そうですね。で日本ハムだったらマリンとかね、うん、風の強いところで投げなきゃいけないし、うん、ああいうところでの適性があるのかどうか、うん、まあ
そしたらなんかもうドームでしか投げられないみたいになっちゃうと困るしねそうですよね、うん、だけどボールの力はあるわ力はある、うん、そこはちょっと期待したいところですよ ね、 そ, うね、はい、さあそしてもう一選手阪神が新外国人候補として、前レイズのハビー・ゲラ投手28歳を獲得することが分かったということで今現段階では確定というよりも分かったというところになっています、まあ、大筋合意に達していると明かしたと。いいぞ。でこれ内野手から転向してるんですよねピッチャーに。これはねタイミングが取りにくい逆に。あの最速164キロを誇る、はい、一応来季の抑え候補。いやこれはねキレがある。もう随時150後半から160、まあ、投げてくるだろうぐらいですか、うん、それとやっぱもうホームがこうやってちっちゃいんだよ。ちっちゃいんだ。でジャンッと投げてくるからピャンとくる、うん、まあマーフィーがグワンとくるとしたら、うん、もうゲラはピャンとくる。へえ。いやそれとやっぱねカットボールがいいわ、うん、でねまっすぐのコントロールっていうのはまあボールが力があるから意外とアバウトに投げてくる感じなんだよね、うん、はい、まあもちろん狙うけども、うん、だけどカットボールは外に投げたり内に投げたりとか。あ、打ち分けするんですか。なあ、するする。いやだからゲラは俺はいいと思うよ。でしかも、まあ、母国パナマの代表として、まあ、WBC でもプレーした。さらにあのミエちゃんと同じスペイン圏なのですごく仲良くなれるっていう。すぐに溶け込めるっていう。ミエちゃん心配だけどねミエちゃんが日本の遊びを教えたらさちょっと困るけど。まあだけど、本当にこのピッチャーはキレがあるし球速いしカットボールはいいしあとシンカーもあるんだよ。だからこれが変化球が面白いように決まってくるとこれは厄介なピッチャーになるよ。また阪神ね強くなっちゃった。力があるのとやっぱコンパクトだということと、はい、やっぱあの投げ方でクイックが下手だということはまずないよ。あ早いからクイックも、うん、もう多分野手出身でしょ。そう、内野手出身です。そうでしょ、はい、いやこれはねちょっと戦力になるな。おあこの投手はただね、はい、緩急はない。ほとんど速いボール速い変化、うん、その中での対応になってくるからバッターは、うん、どういうふうに対応していけばいいですか。逆に各バッター一振りで取られるっていうのは難しいかもからんな。じゃあより抑えに来られちゃうと。いやだからよ。嫌ですね。そうよ。あほらほうよ。ほらほうよ。いやだからやっぱボールに力があるっていうのが魅力だな。そこですね。あそれとやっぱこうピャーンと投げてくるからタイムがこう刺されるっていう感じもあるしな、うん、だからそのマーフィーだったらこう大きくこうタイミングを取っていけるけど、はい、このゲラっていうのはもう本当用意してパッといかないと遅れるな。全部このピッチャーは使えないっていうことは多分まずないと思う。おで例えばコントロールとか崩れちゃったりで自滅とかもない、うん、あじゃあ失敗するようなことはなさそうだ、ね、ただ疲れが溜まった時に、はい、例えば球威が落ちた時に、まあ、どちらかというとまっすぐアバウトに投げようとするんで、うん、だ捕まる可能性はあるけども、ただやっぱこうそのカットが外投げたり内投げたりとか投げ分けしてくるからちょっと厄介だよな。そうですね。外だったら外に投げてくれるんだったらまだいいけど、うん、対応できますけど投げ分けるんだよ。ややこしいんだよ。でしかも球速いですから。球速い。キレがキレがある、うん、まあでもゲランは使えると思う。あでもキャンプから楽しみですね。ちょっとブルペンが、まあ、マーフィーも使えるよ、うん、使えるけどもどういう使い方をしていくのかね、はい、まあ、それは楽しみだけどもね。そうですね、はい。